七原の跳馬の得点ということになりました。小菅麻里の床の演技です。これも注目したいところです。最初はムーンサルトから入ります。振り付けしてますよね。決まりました。はい。非常にパワーのある演技をします。2回目のシリーズです。2回宙返り、これは難しい技です。ここまでは好調ですね。ですよ、丁寧ですね。このところはね、もう1回ひねりなどは本当に A 難度みたいな感じでやってしまいますね。この人の場合、その人がやると一回ひねりっていう感じがするんですけどね。簡単に演じますね、はい、によっていい演技をしています。さあフィニッシュです。屈伸のムーンサルト、前にちょっと乱れましたがよく決めました。小菅麻里の床の演技です。いかがでしたか。いいですね。やはり彼女に合ったね、この個性を本当によく出した振り付けになってますね、はい。どっちかというと吉田さんとは対照的なね、それぞれの特徴を出してね、私はいいと思うんですよね。だから自分の欠点を出し切ってそれを武器にするか、それを隠し切ってやるか、どっちかなんですよね。だから彼女の一番いいものをこれ出してね、振り付けをしてもらってるんじゃないでしょうかね、はい。あとはもうこのこういう着地のねミスをなくしてやれば本当に 9.78 は出ますよ。はい。まあ、技の方もムーンサルト、それから伸身の2回宙返り、そして屈伸のムーンサルト、ですよね、非常に難度の高い技が入っています。本当にこの伸身のね、まだなかなか日本の男子の中でもなかなかねできませんね、これが膝がねちょっとついたかなっていう気はあったんですがね、ついてたらああいう立ち方はできないでしょうけどもね、もうちょっとあのあたりの着地がね浅く立つといいですね。もう文句なしになります。そうするとジャンプも綺麗ですね。将来は体操のコーチになりたいという希望を持っています。ガッツなコーチになるでしょうね。非常に気の強い選手ですからね、はい。まあ、筋金入りっていうのはいいですよ。中途半端が教えると選手も全部中途半端になりますからねやはりそういう強い部分というのはやはり必要でしょうね、はい。選手がねどうしてもねコーチもうコーチに魅了されてついてくるというようなね、そういうコーチになってほしいね。まあ、選手の方もですね、特に高校生はインターハイが終わってすぐこの大会ですから、やはり疲れてるとは思うんですが、やはりその中でも自分のいい演技っていうのはできないといけないということですね。そうですね。今度は本当に試合が詰まってましたからね、はい。まあ、それはみんな同じですからね、お隣の選手も同じだから。その中ではこの小菅という中学生がよく頑張ってますね。頑張った、本当に頑張ったね。今の着地しっかり練習してほしいね。ああ小菅麻里の得点は 9.300 でした。なかなかいい得点が出ましたね、やっぱり原因はやはり着地に原因があったと思うんですね、はい。